スバルじゃなかったらどうなってたことか。皆様お疲れ様です。パーソナリティの葵です。熱狂的なファンが多いことでも知られ、日本の自動車メーカーの中でも異彩を放つスバル。日本だけではなく、スバルは海外においても人気があり、特に北米では近年販売台数を伸ばし続けています。今回ご紹介するのは、アメリカ人男性がスバル車で大事故を起こしたエピソード。それでは早速ご覧ください。スバル車に乗ったアメリカ人が壮絶事故。僕の名前はエドワード、サンフランシスコに住む20代のアメリカ人だ。僕は先日、学生時代からの友人であるフレッドとガブリエルと一緒にドライブに出かけた。学生時代にはしょっちゅうつるんでいた僕たちも、社会人になってからはなかなか予定が合わず、3人で集まったのは久しぶり。2人の元気な顔を見ることができて本当に嬉しかったよ。僕たちが乗ったのは僕の愛車のスバル。フレッドとガブリエルもそれぞれ車を持っているんだけれど、僕の車の乗り心地が一番だと彼らに言われ、僕が車を出すことになったんだ。まあ乗り心地がいいのは値段を考えれば当然のこと。だって車を買うとき、社会人1年目の僕にはスバルは贅沢すぎるから、もっと安い車にしようと思っていたくらいなんだ。だけど日本車好きな父から絶対にスバルにしろとご利用しされちゃって、おかげで毎月のローン返済は結構大変。正直、安月給のくせに日本車を選んだのは失敗だったかもなんて思うことが何度もあったよ。ドライブの目的地はサンフランシスコから車でおよそ5時間、オレゴン州ポートランドのほぼ真ん中あたりに位置するマウントシャスター。標高4300メートルを超える雄大なこの山はネイティブアメリカンの聖地であり、世界7大聖山の一つにも数えられる神秘的な場所なんだ。サンフランシスコを出発してから1時間くらいが経った頃、高速道路は走りやすいけれど景色が単調で退屈なんだよな。それに早起きをしたから眠いし、ちょっと疲れちゃったよ。そろそろ運転を変わってくれないかな。そんなことを考えながら僕は運転を続けていた。後部座席でおしゃべりをしたり、お菓子を食べたりして楽しそうに過ごすフレッドとガブリエル。ミラー越しに彼らの様子をチラチラ見ていると、それに気づいたフレッドはこんなことを言った。あのさ、今日は2人に報告したいことがあるんだよね。え、何？もしかして転勤？それとも転職か？今まで以上に会う機会が減るとかだったら嫌だな。僕はドキドキしながらフレッドの言葉を待った。実は僕、結婚することになったんだ。え？驚きのあまり思わず声を上げる僕とガブリエル。いつ？誰と？いつの間に彼女がいたんだ？などと興奮しながら二人でフレッドを質問攻めにすると、彼は照れながらもそれに答えてくれた。名前はイザベル。職場で知り合った女性で僕と同い年なんだ。今度二人にも紹介するよ。フレッドが結婚か。僕なんて大学3年生の時に彼女と別れてからずっと彼女がいないのに。嬉しくもあり、羨ましくもあり、そして少し寂しくもあり。フレッドの話を聞いた僕はなんだか複雑な気持ちになり、運転中だというのにぼーっと考え込んでしまった。その瞬間、危ない！ガブリエルの大声で我に返る僕。しまった！気づいた時には前を走っていた車が目の前に迫っていた。僕は反射的にブレーキを踏んだものの、時すでに遅し、信じられないほどの衝撃音とともに前の車に追突してしまい、僕は少しの間意識を失っていたようだった。おい、エドワード、大丈夫か？すぐ近くで聞こえるフレッドの声。ああ、大丈夫だ。フレッドとガブリエルも無事だったようで、彼らは真っ青な顔で僕を見ていた。
車のフロント部分を見るとボンネットは大きくへこんで無様な姿に。僕たちはエアバッグを押しのけてなんとか車の外に出た。追突してしまった車のドライバーはすでに車外に出ていて、救急車とパトカーを呼んでくれていた。僕たちは救急車で病院へ運ばれ検査を受けることに。これからどうなるんだ？保険でどこまでカバーされるんだっけ？逮捕される可能性もあるのだろうか？そんな不安ばかりが頭をよぎり、僕は絶望的な気持ちでいっぱいになった。病院で検査を受け、警察に事情を説明していると両親が到着。母はとても心配していて、僕の顔を見るなり泣き出してしまった。母さん、心配かけてごめんね。とにかく生きていてくれてよかった。万が一のことを考えて日本車に乗せたが、まさか本当に事故を起こすとは。父は少し怒りながらそう言った。父さん、ごめん。でもなんで急に日本車の話になるの？父も混乱しているのだろうか。僕には父の言葉の意味がよくわからなかった。スバル車は衝突事故の衝撃を吸収する構造になっているんだ。お前の車も衝突後はひどい状態だっただろう。だがボディが頑丈で乗っている人を守るように作られているから、大きな事故だったのにみんな無事だった。もし他の車に乗っていたら、お前や友達の命はなかったかもしれないんだぞ。マジか。父の言葉を聞き、僕はさっきとは違う意味でゾッとした。追突した時のことは一瞬だったからはっきりと覚えていない。だけどもしスバル車の安全性能が高くなかったら、僕たちはもっとひどい怪我をしていたかもしれないということか。車のローンはまだ残っているし、相手の方への保証など問題は山積みだ。だがもしも僕や友達、そして相手の方が亡くなってしまったら取り返しがつかない。そう思うと、車は壊れてしまったが全員が無事で本当に良かったよ。今までは事故なんてどこか他人事のように思っていた僕も、実際に自分が経験したことでその恐ろしさを実感。正直ローン返済のことばかりを考えてこの車を好きになれなかったけれど、こうして僕たちの命を救ってくれたんだよなと、僕はスバルに感謝した。病院での検査の結果、僕たちは全員大きな怪我はないことが判明。しかし警察とのやり取りに時間がかかり、家に帰ることができたのは夜遅くのことだった。そして事故からしばらく経ってから、僕はスバル車の安全性について詳しく調べてみることに。すると驚きの事実を次々に知ることになったんだ。まずすごいと思ったのが、アイサイトというスバル独自の先進安全技術。これは2つのステレオカメラが常に前方を監視し、左右の視差を使って人の目と同じように距離や 3D の物体を測定抽出できる技術なんだ。車や歩行者、白線などの識別はもちろん、広い視野角と視認距離、カラー画像によるブレーキランプの認識など、高い認識性能を誇るのがアイサイトの特徴。その情報と走行状況をもとに、頭脳にあたるソフトウェアが必要な制御を判断し、状況に合わせて車の各ユニットを手足のように適切に制御しているんだってさ。アイサイトは日本、アメリカ、ヨーロッパをはじめとする世界の第三者機関の安全性能評価において常にトップクラスの評価を獲得。日本国内の事故件数調査では、アイサイト搭載車の追突事故発生率は 0.06% という驚異的な低さだった上に、 IIHS の調査では追突事故が 85% も低減される効果が示されたそうだ。ちなみに2024年4月、スバルはアメリカの半導体メーカー AMD と協業し、2020年代後半には AI を搭載した次世代アイサイトを実用化すると発表。 AMD の AI を採用し、最先端の AI 推論性能や超低遅延な演算処理を低コストで実現するため、 SOC 最適化に向けた回路設計を始めているらしい。
アイサイトの特徴であるステレオカメラの認識能力に AI の判断能力を加えることで、画像認識が困難になりやすい雨天地や雪道などの車線認識が困難な道での制御も容易に。また自動車専用道路に限定される現在の運転支援機能を一般道へ拡充できるほか、路上に人間が横たわっているような状況など、画像処理だけでは認識できない物体も認識できるようになるそうだ。現在は東京や群馬のエンジニアが AI 搭載アイサイトの開発を進めているとのこと。ステレオカメラと AI の相互補完による安全性や信頼性のさらなる向上に期待したいよね。また2021年に開催されたスバルのメディア向け安全技術説明イベントでは、同社の車両安全担当者が平均と比べるとアメリカにおけるスバルの死亡事故発生件数は半分くらいとコメント。それは FARS という情報公開システムのデータによってもしっかりと証明されているんだ。2012年における100万台あたりの死亡事故件数を比較してみると、アメリカの主要販売ブランドの平均が58件だったのに対して、スバル社はその半分の28件。その後も2013年が全体平均55件に対してスバル社は28件、2014年は51件に対して27件、2015年は58件に対して39件、2016年は57件に対して33件、2017年は59件に対して33件、2018年は59件に対して33件、2019年は59件に対して32件と、スバル社の死亡事故発生率は一貫して全体平均の半分程度となっていた。特定の年だけを見てスバル社の死亡事故数が少ないというのなら、たまたまの可能性もある。だけど7年以上も連続して死亡事故発生率が低いとなると、それはもう偶然とは言えないし、スバル社には事故を減らすための特別な仕組みがあると考えるのが自然なことだよね。それからスバル社の走行安定性の高さも乗車中の安全に貢献していると考えられている。スバル社は AWD 比率が非常に高く、海外市場においてはおよそ 98% が AWD。 この AWD 比率は SUV 専門ブランドなど全車種が AWD のメーカーを除けば世界トップを誇っているんだ。歩行中の交通事故死亡が多い日本とは違って、アメリカで交通死亡事故が起こるのはほとんどが乗車中。その上アメリカではちょっと隣町に行くにもフリーウェイを使うほどで、平均走行速度も速いから、 AWD によって走行安定性が高いスバル車の方が事故が起きにくいのだろう。そしてさまざまなシチュエーションを想定して衝突実験を繰り返しているスバル車の動画も衝撃的なものだった。乗っている人はもちろん歩行者などの命も守るという考えは本当に素晴らしいよね。あとアメリカでは近年電気自動車の普及率が着実に上昇しているのだけれど、電気自動車はガソリン車よりも事故が多いと言われている。イギリスで行われた電気自動車とガソリン車の接触事故に関する研究によると、ガソリン車よりも電気自動車の方が人との接触事故が起きる可能性が高いことが分かっていて、都心部ではその差はなんとおよそ3倍。なぜ電気自動車の方が人と接触する可能性が圧倒的に高いのか、そこには納得の理由が3つあったんだ。1つ目はガソリン車よりも電気自動車の方が都心部を走ることが多いから。都心部は郊外よりも歩行者が多いから事故発生リスクが高まるのは当然のことだよね。2つ目は電気自動車を購入するのは若者層が多いから。ドライバーとしての経験値が浅い若者は事故を起こす可能性も高いだろう。そして3つ目は電気自動車の方が圧倒的に走行音が静かだから。要するに歩行者は車が静かすぎるせいで接近していることに気づきにくいというわけだ。
そのため電気自動車は走行音対策として注意喚起の音を入れ込んではいる。だけどいざとなると歩行者がその音と車の接近を結びつけられないことは多いみたいだね。僕は事故を起こしたことで初めてスバル車の安全性の高さに気づかされた。多分スバル車じゃなかったら今頃僕はあの世にいたんじゃないかな。もうしばらく運転はできないけれど、次に車を買う時も僕はスバルを選ぶつもり。周りの友達には電気自動車を勧めてくる人も多いけれど、安全面ではスバルの方が絶対に優れていると思うからね。海外の反応。15年前、母がスバルのアウトバックで大きな木に正面衝突したけれど、奇跡的に無傷で済んだ。以来、母はスバル車の安全性に信頼を寄せ、5台以上のスバル車を乗り継いでいるんだ。スバルのインプレッサに搭載されているアイサイトのおかげで、これまでに4回も事故を回避することができた。スバルに命と車を守られていると、日々実感しているよ。電気自動車も魅力的だが、バッテリーの発火事故などのリスクを考えると、やはりガソリン車の方が安心だ。それに電気自動車は充電インフラの整備などが追いついていないのが現状。電気自動車の販売台数が伸び悩んでいるから、政府は助成金を出して普及を促そうとしているが、何か政治的な思惑を感じてしまうよ。僕は以前、フォードのフュージョンで正面衝突事故に遭った。命に別状はなかったものの、その経験から車の安全性を最優先に考えるように。その後は車内空間の広さと安全性を求めてヒュンダイのサンタフェを買ったが、1年ほどでスバルのクロストレックに乗り換えた。理由はやはり安全性。スバルの安全性へのこだわりは僕に大きな安心感を与えてくれるんだ。どんな天候でも頼りになる実用性がスバル車の魅力。僕は長年スバル車を2台所有しているが、どちらも大きなトラブルはなく32万キロメートルを走破した。派手さや高級感はないけれど、耐久性と信頼性の高さはスバル車ならではの魅力だと思うよ。それにスバルは顧客対応も素晴らしい。常に顧客の声に耳を傾け丁寧に対応してくれる姿勢には本当に感謝しているよ。まとめ。スバルの代名詞ともいえるアイサイトと AWD は山岳地帯や雪国が多い北米の環境に最適。水平対向エンジンによる低重心と AWD の組み合わせがもたらす優れた走行安定性は、さまざまな路面状況で高い評価を得ています。また広々とした室内空間、充実した荷室容量、高い燃費性能といった実用性の高さも北米のユーザーに支持されている理由。2023年の北米におけるスバルの年間販売台数はおよそ63万台で、前年比 13.6% の増加となりました。北米市場において安全で実用的な SUV ブランドとしての地位を確立したスバル。同社は今後も安全性能や走行性能を進化させ、世界中のユーザーに愛される車作りを目指していくことでしょう。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。